なんですけど。先生。へえ。ありがとうございました。次回もお願いします。明けないミッドナイト、会えない朝はスパイシーなミントティー、ブランチにはマーマレードマフィン、ほろ苦いのがちょうど気分、ため息は星屑だね、まるで君と僕のミルキーウェイ、追いつけないよ君の背中、ほらトワイライトが忍び寄る君までの距離、永遠みたいなミッドナイトブルー。何なの？続いて気象情報です。今日は終日あいにくの雨となりました。この影響で稲橋方面では今夜半から明日にかけ濃い霧が予想されています。先輩、
違う。いやーすっごいっすね。こんだけの大トロあんま見ないっすよ。
祝う時くらい豪勢に行かないとな。お祝い？ああ、ほら、あれだ。相手は誰でもよかった、ムカついた、主役になりたかったなどと供述しており、容疑者の少年は犯行は認めているものの反省の色は全く見られないということです。他にも少年の供述は多くの点で一貫性がなく、支離滅裂で精神鑑定が必要との指摘もあり、警察では事件の全容解明に向けなお慎重な対応を迫られそうです。実は立件にこぎつけるの大変だったんだよ。証言と状況証拠だけで困ってたんだけどさ、被害者の服から容疑者の指紋が出てやっと立件できたんだよね。いやー、すごいね、科学捜査って。布から指紋取れるなんて普通思わないっしょ。もうこんな怖いことは起きないから安心しなさい。にしてもほんとふざけたやつですよね。高校生のくせに連続殺人、それも死体ぶら下げるなんて発想が大胆すぎますよ。けど捕まってよかった。もうあれこれ疑わなくていいし、このまま野放しになってたらと思うと。やめろ、話長いんだよ。あたしネタが乾いちまうだろうが。あ、そうっすね、すいません。ほら、みんな食え食え。じゃあ、お言葉に甘えて。あれ、ナナコちゃん、お寿司嫌いなの？わさび入ってる。ああ、そうか、サビ抜き頼むの忘れてたな。ほら、じゃあわさび取ってやるから。どれくんだ？え？ひらめ！しっぶいな、ななこちゃん。あ、じゃあ僕はウニで。お、ウニは一個しかないだろう。甘いっすよ、早い者勝ち。
ごめん。あ、お兄ちゃん。これあげる。
おやすみなさい。もしもし、俺俺。祭りって去年はもっと賑わってた気がするんだけど、事件のせいか？確かに今年は人少ねっすね。まあ、あんだけ殺しで騒がれりゃ仕方ねえか。マスコミはもう引き上げたみたいっすね。好き放題かき回して逃げ足だけは早いぜ。まあ、ついてていいじゃねっすか。それよか、今重要なのはイカ焼きっしょ。おお、イカを食うクマよ。あいつらおっせえな。わざわざ天銀地で集合って何してんだ？待ってるよ、そのうち。うわ、晴れそうじゃない？ごめん、遅くなっちゃった。みんなの受付に手間取っちゃって。でもこれ中に巻いちゃうから言うほど涼しくないのよね。歩きにくい。
ナナちゃん可愛いよ。クマさ、ナナちゃんにズクンラブ。ありがとう。ねえ先輩、私たちの浴衣どう？グッときた？お、意外にさらっと言われちゃった。もしかして言い慣れてる？でも嬉しい。カンジ、何そっぽ向いてんだ？まさか恥ずかしくて見れねえとかか？小学生かよ。そんなんじゃねえっすよ。カンジかわいい。よう、面倒見てもらってすまんな。綿飴買ってもらった。そうか、よし、なら次は俺と射的でもやるか？うん、する。こっからは七子は引き受けよう。町がにぎわうなんて年に何度もないからな。お前らも楽しめよ。夏の祭りか。ふーむ、ふーむ。夏祭りの夜、寄り添って歩く二人。慣れない浴衣が着崩れて、夏。いきなり何のコピーだよ。これはもう、いちいちで歩くクマ。11? クマ思った。夏で浴衣でお祭りでしょ。異性同士が団子状態でゾロゾロ歩くなんてもはや不健康だと思うのね、人として。ここはカップルになって歩くのが大自然の摂理だね。急に何言い出してんだてめえ。賛成。もう先輩たち、浴衣は何のため？思い出作るためでしょ。じゃあ早速いちいちに組み分けしよう。この子どんどんすごい。でもそっか、思い出か。私はいいかな。あ、今のいいは、その、参加。じゃあさ、そっちで適当に組み合わせ考えてよ。え、マジ？俺ら決め？わかった。男さん、女さんか、どうすっかな。男さん、え、一人抜けてない？は？こいつ、俺漢字でちゃんと三人だろ。キャース、クマナチュラルに漏れてる。俺も参加した方がいいんすかね。あー、そっか、お前まともに相手も見れねえんだよな。見れるっすよ。なことぐらいバッチリ耐えてみせっすよ。いいや、感じ、お前が外れろ。なんかそれがいい気がしてきた。の、信じてくんねんすか。なら、クマはお相手決めたぜよ。ちょ、話進めんな、おら。クマのお相手は、ちえちゃんとゆきちゃんとりせちゃん。決めてねえ。てか、お前がいちいちって言ったんだろうが。
マコ、俺は真剣なんだよ。余計なチャチャ入れやがると。そう、幹事、これは真剣勝負。そして幹事は真の男クマ。真の男だったらこんな盛り場で女子とチャラチャラしてる場合じゃないクマ。おう。どんだけ自分を棚上げしてんだよ。幹事は今真の男を貫けるか試されてるって、そういうことクマ。これで仲間外れはないクマね。そうか、そうだよな。ありがとうよクマ、いいこと言うじゃねえか。なら俺が抜けるぜ。うわ、この人本当に説得された。決定、クマがみんなと行くよ。え、どういうこと？あのね、男の数のが多くて仲間外れになる子が出ちゃうから、クマはそんなのつらいし。ちょ、お前そうきたか。優しいねクマさん。せっかく洗濯券譲ったのにこれ？もうちょっとがっかり。まあいいか、じゃあ行きましょう。負けじゃね？俺ら負けじゃね？ちょっとクマ、なんで他の子のブロマイド選んでんの？私のあったでしょ。おお、なんなんだこの展開。このクマ吉、私のネギマ勝手に食べないでよ。ああ、クマさんが浴衣にケチャップつけた。二人っきりだね。本当は昨日みんなの前でご指名とかちょっぴり期待したんだけどな。でもあの人数だし、クマもいたし、無理だなとは思った。まあわざわざ2回来たっていうのも青春っぽくていいかもね。じゃあ行きましょう。まずはお参りね。私2回目だけど。先輩は何をお願いするの？ありがとう。私も同じだよ。お互い具体的にはどんなことしたいって思ってるんだろうね。案外私の方がすごいかもよ。あれ、お
嬢ちゃん、お嬢ちゃん、あの子じゃないか、ほらテレビ出てる。街に来たアイドルでしょ、よく言われる。でも残念、人違いだから。アイドルがこんな人目につくとこで男の子と言っちゃまずいでしょ。なんだい、ぬか喜びかよ。まあいいや、リンゴ飴どうだい、そっちの彼氏の兄ちゃんもさやっぱ彼氏に見えるんだね。どうしようか、一個ずつ買う、それとも二人で一個とか。いや、それは普通に食べにくそう。今ここらの屋台で福引券配ってんだ。集めればそこの鳥んとこで引けるよ。豪華商品からいまいちなものまでってな何それ、でも面白そう。ならおじさん、リンゴ飴2つ。はいよ。食べたら他も回ってみよう、先輩。お好み焼きか、昨日買ったらすごい大きくてほとんどクマにあげたのよね。うん、でもそっか、先輩いるし、今度こそ2人で1個にしましょう。私、魚ってあんまりいい思い出ないな。前に自分の部屋でグッピーとか飼ってたんだけど、忙しくてダメにしちゃって。そうだ、金魚すくい、ちゃんとお金払えばキャッチアンドリリースでも福引券くれるよね。はいはい、じゃあ一人一回ずつね。持ってくるからちょっと待ってな。どんなの当たるかな。どうせなら思いっきりヘンテコで記憶に残るのがいいな。へえ、じゃあ目つぶって引いてごらん。おっと、これはすごい、二人とも当たりだ。お嬢ちゃんは4等か。ってことはストラップだな。何この人形、ブサイク。何のキャラだろうこれ。この服、私去年のツアーの衣装ちょうどこんなだったんだけど、まさかこれ。そっちの兄さんは6頭の本だね。はあ、だいぶ回り尽くしたね。ねえ先輩、今日さ、正直言うと私以外からもお誘いあったでしょ。もしなくても考えてた子絶対いたと思う。だからその、今日はありがとう、私に付き合ってくれて。じゃあまたね、来年も来れるといいね。